ウィリアム・マーティン・ジョエルは、アメリカのニューヨーク州サウス、ブロンクス出身のシンガーソングライター、歌手、ピアニスト、作曲家。ポップなメロディと、都会的なアダルトコンテンポラリーサウンドで、1970年代後半から1990年代前半にかけて、ヒットを連発した。全世界で1億5000万枚以上のレコードセールスを記録している。代表曲に、 ピアノマン、素顔のままで、アップタウンガール、ストレンジャー、オネスティなどがある。ナチスから逃れるために、ドイツ南部からスイスを経て、アメリカに亡命した、アシュケナジム系ユダヤ人、ハワード・ジョエルを父親に、宝石賞を営むイギリス系ユダヤ人ハイマン家の、娘、ロザリンド・ハイマンを母親に、ニューヨーク市ブロンクスで生まれて、ロングアイランドの新興住宅地で育つ。ジョエル家は、 ユダヤ系だが、ユダヤ教に無関心で、親子ともユダヤ教徒ではない。父は、クラシック音楽のピアノ演奏に長けており、ビリーも母の要求で幼児にピアノを習い始めた。スポーツよりも音楽に興味があり、少年時代はいじめられて、自衛のためにボクシングを習った。短期間、アマチュアボクサーとして、試合に出場して22勝の戦歴を重ねたが、 24回目の試合で鼻の骨を折られて断念した。14歳の頃にバンドのエコーズに参加した。ヒックスビル高校で学んだが、バーでピアニストとして働いていたために英語の単位を落とし、中退した。俺はコロンビア大学に行くんじゃなくて、コロンビアレコードへ行くんだから、高卒の資格なんか必要ないと言い放ち、実際にコロンビアレコードと契約した。 中退から25年後の1992年、ビリーは同行にエッセイを提出して、卒業資格を認定された。ミュージシャンとして、故郷のロングアイランドを拠点に活躍したハッスルズのメンバーとして活動した後、彼と共にグループ内で活動していたドラマーのジョン・スモールと、ハードロックユニットのアッティラを結成して2枚のアルバムを発表するが、泣かず飛ばずで結局解散する。 アルバムジャケットでは、長髪のビリーを確認できる。当時彼は鬱病に悩まされており、極度の神経衰弱から精神病院に入院している。心の問題は、大ヒットを出してからも彼を悩ませた。ソロで成功してからは、前作が100万枚売れても、自作が70万枚にとどまると、彼は、鬱状態になったという。 若き日のビリー・アーティリップという人物に才能を見出されて契約を交わし彼のプロデュースによって制作された1971年のアルバムコールド・スプリング・ハーバーでビリー・ジョエルはソロデビューする。しかしながらこのアルバムは所属レコード会社による勝手な判断で録音テープの再生速度を上げられてしまい全く別人のような歌声で発表された。 不本意な内容の上ヒットにも至らず、人間不信からうつ病が進行し自宅に引きこもりがちになってしまう。発売後にビリーは、後に妻となるマネージャーのエリザベス・ウェーバーと共に、ロサンゼルスに移住している。ビル・マーティンという名前でクラブを中心に、ライブ活動を行った。彼は、その後コロンビアレコードと契約を更新。そして、1973年にアルバム、 ピアノマンで再デビューを果たす。表題曲が全米トップ30のスマッシュヒットとなったことによってこのアルバムはセールスを伸ばし、彼にとって初となるゴールドディスク認定作品となった。ピアノマンと同じくマイケル・スチュワートがプロデュースを手掛けた1974年発表のサードアルバムストリートライフ・セレナーでもゴールドディスクに認定されている。 1975年には4枚目のアルバムニューヨーク物語を制作する。このアルバムは当初シカゴのプロデューサーだったジェームズ・ウィリアム・ガルシオがプロデューサーとして携わっていたが最終的にビリー一人によって仕上げられた。翌年にリリースされ彼にとってキャリア中唯一のセルフプロデュース作品となったこのアルバムは後にヒット曲となるさよならハリウッド。 ニューヨークの思いなどを収録しながらも、商業的には不振に終わっている。1977年に発表された5枚目のアルバム、ストレンジャーによって、ビリーは一躍スターダムにのし上がる、大きな成功を収めた。ポール・サイモンのグラミー賞受賞作、字の流れに、などを手掛けたフィル・ラモーンをプロデューサーに起用して、制作された、このアルバムは、 全米2位まで上昇する大ヒットを記録。アメリカでは2003年に各フォーマット総合で1000万枚以上も売り上げ、ダイヤモンドディスクに認定された。出世作となったストレンジャーにも収められていたのが全米3位を記録した素顔のままでである。この曲は1978年度のグラミー賞で最優秀楽曲賞と最優秀レコード賞を受賞し、 彼にとって30年以上のキャリアの中で最大級のヒット曲となっている。1978年にはアルバムニューヨーク52番街を発表。このアルバムで彼は初の全米チャート1位を獲得しただけでなく、同年度のビルボードの年間アルバムチャートでも首位を記録した。グラミー賞の最優秀アルバム賞と最優秀。 ポップボーカルパフォーマンス賞の2部門を受賞するなど、その内容も高く評価された。このアルバムは、1982年に、世界で初めて、コンパクトディスクとして発売された、音楽作品としても知られている。2枚のアルバムの成功を受け、1978年初来日公演が、実現、翌年の来日公演では、日本武道館2日間と日本で、 彼の人気が爆発した。ストレンジャー、ニューヨーク52番街の成功の後、1980年には、グラスハウスが発表された。これまでのジャズを基調とした、遮脱な作風から、路線変更し、よりソリッドなサウンドに徹した。このアルバムでジョエルは、グラミー賞の最優秀、ロックボーカルパフォーマンス賞を受賞する。3年連続で同賞を受賞した、彼は、 常連の候補者となり、以後1983年のイノセントマンまで連続してノミネートされている。また、グラスハウスからは5曲がシングルカットされたが、そのうちロックンロールが最高差は彼にとって初の全米シングルチャート1位記録曲となった。1981年には初のライブ版ソングズインジアティックをリリース。 ブレイク前の初期の作品のライブテイクを集めた。このアルバムはアメリカと日本でトップ10ヒットとなり、ライブ版としては極めて大規模な成功を収めた。ストレンジャーのヒット以降順調に活躍していたジョエルにとって1982年は数多くのトラブルに見舞われた年となった。ナイロンカーテンの制作を開始した4月にはオートバイ事故を起こし、 左手首に重傷を負う。1ヶ月の入院を要した。彼は、アルバムのレコーディングを一時休止せざるを得なくなった。また、マネージャーとしても、ビリーを支え続けてきた妻のエリザベス・ウェイバーとの、夫婦仲もこじれていた。結局、ビリーの財産の半分を遺写料として受け取ることを、条件に、彼とウェイバーは1983年7月に、離婚に至っている。 これらの私生活での様々なトラブルが影響してか、1982年の9月にリリースされたナイロンカーテンはアメリカが当時抱えていた社会問題をテーマにした極めてシリアスな作品となっている。また彼は80年代も前作が100万枚以上のミリオンセラーとなっても次のアルバムが70万枚程度に終わるという鬱になってしまうような 心の問題を引きずっていた。数々の災難が続いた彼だが、1982年に行われたツアー後のオフで滞在したサンバルテルミ島で出会ったスーパーモデル、クリスティ・ブリンクリーと交際を始める。彼女がプロモーションビデオにも出演して話題となった1983年のシングル、アップタウンガールはこれまで 彼にとって主要なマーケットではなかったイギリスで大ヒットし初の前衛チャート首位に輝いた。この曲は2001年にはウエストライフによってカバーされ再びイギリスのヒットチャートの1位を記録している。アップタウンガールが収められた1983年のイノセントマンは彼が10代の頃に慣れ親しんだ1950年代から60年代に かけてのオールディーズを基盤とした楽曲を中心に構成された極めてポップな作品である。このアルバムからは収録曲の半分以上の6曲がシングルカットされすべて全米トップ40ヒットになっている。イノセントマンはアメリカやアップタウンガールで人気に火がついたイギリス、日本などを中心にセールスを伸ばし最終的に 全世界で800万枚以上を売り上げる大ヒットとなった。1985年には初めてのベスト版となるビリー・ザ・ベストをリリース。彼の12年のソロアーティストとしての軌跡を総括するこの2枚組アルバムはアメリカで歴代4位の2300万枚を売り上げたとされる。ビリーとクリスティは1985年3月23日に結婚し、 同年12月には、娘のアレクサ・レイ・ジョエルが誕生した。アレクサのミドルネーム・レイは、彼自身の憧れの存在だったレイ・チャールズにあやかって、つけたものだった。1986年発表の、ベイビーグランドでは、そのチャールズとのデュエットで、大きな話題を呼んだ。この曲が収録された、アルバム、ザ・ブリッジでは、ビリーは他にも、シンディ・ローパーや、 スティーブ・ウィン・ウッドラと共演している。ザ・ブリッジを最後に、ビリーは、ストレンジャー以来ずっとプロデューサーを務めてきたフィル、ラモーンとのタッグを解消する。また、バックバンドのメンバー編成にも、新しい顔ぶれを起用し、1987年には、新たに、コンサートツアーを行った。このツアーのハイライトとなったのが6回行われた、ソ連での公演で、 延べ15万人もの観客を動員した。これらの公演を記録したビデオとライブアルバムも発表された。1988年にはディズニー映画オリバー・ニューヨーク・子猫物語に声優として出演。チャールズ・ビケンズの小説オリバー・ツイストが原作のこの映画で彼はサントラ版にも楽曲を提供している。長年にわたって ビリーの作品を手掛けたらモーンに代わり、フォリナーのミック・ジョーンズをプロデューサーに起用、1989年にアルバム、ストーム・フロントを発表する。このアルバムからシングルカットされた、ハートに、ファイヤは、同年の年間チャートで10位以内に入る、大きなヒットを記録し、ビリーにとっては3曲目となるビルボードのシングルチャート1位、獲得作品となった。また、 ストームフロントも彼にとってグラスハウス以来となる首位を獲得している。それから4年後の1993年にはダニー・コーチマーがプロデュースを務めたリバー・オブ・ドリームスを発表し、前作に続く全米1位を記録。シングルカットされたタイトルソングも英米共にトップ3ヒットとなる。また、このアルバム発表に伴い、 1995年には8度目の来日公演を行っている。大阪公演は1月17.18日の2日間、大阪城ホールで行われる予定だったが、公演当日に阪神・淡路大震災が発生。ビリーも滞在していた大阪市内のホテルで地震に遭遇している。地震当日の17日の公演は19日に順延されたものの、 18日の公演はそのまま開催され予定通り2日間の公演となった。なお、この時の公演の収益金を同震災の被災者に対して寄付している。近年の素顔、リバー・オブ・ドリームス発表後、ビリーは現役ミュージシャンとしての活動からの引退を示唆する。以後、彼の活動はライブを主体とするものとなった。1997年発表のベスト版。 ビリーザベスト3や1999年の映画、プリティ、ブライドなどに新曲として提供されたカバー曲以降、彼自身によるスタジオ録音作品は一切発表されていない。その一方で彼はライブ版を2作リリースしている。いずれもニューヨークのマディソンスクエアガーデンで行われたライブを、 記録した2枚組のアルバムで2000年のビリー・ザ・ライブには前年末に行われたカウントダウンライブの模様が2006年の12ガーデンズ・ライブには同年1月から12回にわたって同会場で行われたライブの抜粋が収録されている半引退状態になってからのビリー・ジョエルの代表的な仕事が1994年に初めて 行われたエルトン・ジョンとのジョイントツアー、フェイス・トゥ・フェイスである。長年ビリーがエルトンにオファーし続けていたという、この企画は、その後10年近くにわたって幾度も行われた。なお、2000年以降2人が新曲を録音したという、噂もあるが、今のところ発表には至っていない。ポピュラー音楽からの引退を宣言した一方で、彼は、クラシック音楽への路線変更を試み、 2001年に初のクラシック作品ファンタジーズデリューションズをリリースした。韓国系イギリス人のピアニストリチャード・ジューによる演奏をフィーチャーした。このピアノ曲集はビルボードのクラシック専門チャートで18週にわたって首位を記録した。しかしその後はアルコール依存症やうつ病が原因で入院したり、3度の交通事故を起こしたりと私生活で 数多くのアクシデントに見舞われている。2004年の10月には、テレビなどで活動する23歳のタレント、ケイティリーと再婚、話題を呼んだ。2005年に未発表曲やレア曲を中心とした、コンピレーションボックス、マイライブをリリースし、それに合わせ本格的なライブ活動を再開、マディソンスクエアガーデンでは12、公演連続ソールドアウトの新記録を打ち立てた。以降、 欧州、南アフリカ、オーストラリアツアーを経て2006年11月より8年ぶり10度目の日本公演に臨み、前世紀と変わらぬパフォーマンスを繰り広げて、ファンを熱狂させた。2007年2月27日、クラシック作品を除けば14年ぶりとなる、オリジナル曲、All My Life をリリース、3月17日付のビルボードシングルセールスチャートで、 初登場1位を記録した。また、この年、フロリダ州で行われた、第41回スーパーボールで、正常期を歌った。クラシック音楽と融合したライブ NY、シェイスタジアム公演2008年7月、取り壊しが決まった、ニューヨークの野球場、シェイスタジアムの幕締めコンサートを実施した。シェイスタジアムで最初にコンサートをしたビートルズのメンバーであるポール・マッカートニーが、 ゲスト参加した。この模様は DVD、ブルーレイで発売された。2011年にはデビュー40周年を迎えた。4月にはそれを記念して2008年に行われたシェイスタジアムのコンサートの DVD、Live at シェイスタジアムが発売された。なお、海外ではブルーレイディスク版画も併発されている。初回生産限定で ライブ音源を収録した CD2 枚と本編とドキュメンタリー映像を収録した DVD2 枚をセットにしたデラックスエディションも販売された。ドキュメンタリー DVD は単体販売されている。2012年12月にマディソンスクエアガーデンで行われた12.1212チャリティコンサートに出演。マイアミ2017やガラスのニューヨークなど数曲を披露した。 2013年10月から11月にかけて、イギリスでの、インコンサート2013が決定している。ロンドン、マンチェスター、バーミンガムで K4 公演を開催。年末、母国の芸術的栄誉、ケネディセンター名誉賞を受賞。2014年7月22日、米国議会図書館は、ポピュラー音楽会に、多大な功績を残したミュージシャンに贈られる。 ガンシュウィン賞を授与すると発表した。2015年、ニューヨーク州ロングアイランドのストーニーブルック大学から音楽の名誉博士号を授与される。同年7月4日、独立記念日のパーティー時に2009年から交際していたアレクシス・ロデリックと結婚。1990年代後半以降、ブロードウェイでは、マンマミーア、や、ウィウィル・ロック・ユーなど、 人気アーティストのヒット曲で構成されたミュージカルが数多く上演された。そんな中で、ビリーの楽曲をもとに制作され、2002年から3年にわたって上演されたのが、トワイラ・サープ制作のミュージカル、ムービン・アウトである。2003年のトニー賞で、ジョエルとサープは、それぞれ最優秀編曲賞と最優秀振付賞を受賞した。 このミュージカルは2006年7月から9月までの期間、東京厚生年金会館で講演されたミュージカルナンバー主な登場人物、ありがとうございます。